多分この動画見て中野さんのファンになる方とかいますよ。でもなんか全然なんか何も大したこと何もいやいやいや、なんていうか、はい、割になんですけれども、はい、なんか、あれなんか出てたよなとかいうふうに言われると、その番組とかまあなんか出てたなっていうふうに、はい、まあなんか街中にまあ稀にですけど、はい、行った時、まあやっぱり、あ、知ってくれてて嬉しい、嬉しいですよね。まあ本当に稀なんですけれども、私まあ結構、まあ、池袋とかすごいなんか、まあいること多いんですけど、そうなんですね。あのまあ割とそこでなんか、結構なんか怖そうな兄ちゃんとかが、あれなんかあの恋愛番組に出とったって言われたりして、なんか、ちょっとそういう怖い系のお兄ちゃんって結構こう、なんか苦手なんですけれども、あ、そういう人でも見てくれてるんだ。どうなったんですか、なんかこうそれって、あ、そのお付き合い成立みたいになってするんですか。カップル成立っていうふうに、なんですけれども、はいはいはい、まああのね、ちょっとまあこれはちょっと本当に、なのでもまあ番組の中ではお付き合いします、なるほど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 、そうですよね、まあそういうことはありますよね。本当にもうなんか、他の番組でも、これ、私でも恋愛番組出たの、あの結構まあ3回ぐらいあったんですよね。あ、そうなんですか。へえ、すごい。へえ。まあそのそれ以外にも、なんか他にもっていう番組がまああって、まあその時も、あのなんか。同じようにとにかく誰か一人でもいいから好きな人作ってっていう感じがしたんですよ。ああ、やっぱり、この番組でも一番やなって、まあ、これちょっと闇をちょっと闇がちょっと言ってしまって、中野さんはどんな人が好みなんですか。私は本当に何なんかこう、あ、応援してくれる人、応援してくれる人っていうか、まあなんか、なんだろう、このなんか応援っていうか、まあ一緒に頑張ろうみたいな、あ、ポジティブな人っていうか、あ、そうですそうです、ポジティブ、やっぱポジティブな人がめっちゃいいなって、はいはいはい、そうですね、なんか元気になれるじゃないですか、すごいやっぱり、なので、やっぱり前向きで元気な、やっぱり元気な方が自分も元気になるというか、そうですね、やっぱちょっとマイナス思考の人だと映るんですよ、あ、そうですね、近いと余計にね、なんか映っちゃうんですよね、自分もマイナス思考になっちゃって、そうですね、やっぱり、どうしたらなんか楽しく、そうですね。
見た目はあんまりないんですか？見た目もやっぱりありますか？見た目、あ、希望は、なんか、はい、私でも昔からあの、はい、イケメン苦手なんですよ。あ、わかる。わかります。私もあんまイケメンがダメです。イケメン苦手なんですよ。わかります、わかります。いますよね、そういう人も。はい、あのジャニーズの人とか苦手なんですよ、うん、目がキラキラしてるような。わかります、はい、あ、こう分かっちゃう、うん、嬉しいです。いや、ね、なんか、はい、友達に言ったら、なんでなん、って言われるんですけど、なんかコンプレックス感じません？なんか、そうなんです。なんかむしろ近くにいたら比較にされてしまうみたいな。そうなんです。それ、いや、本当に、なんていうか、あの、なんかああいうキラキラして、キラキラが苦手です。まさにそのキラキラです。わかります。輝く男子は嫌ですよね。私も昔からイケメン苦手です。小学校低学年の時からなんかウエーってなりました。そうなんですよ。あれなんかは単純に何でなんやろうって思いながらも、うん、でも多分まあなんかすごいなんか、うん、まあなんかまあでもなんか、うん、お前が話しかけんだみたいな感じで思われてるんちゃうかな。被害妄想が出てくるからかなと。いやダメですよね。そうなんですよね。なんか性格よくても悪くてもイケメン苦手です。そうなんです。だってよくてもなんかこんななんか完璧な人。そうそうそう。なんかもう近寄りがたいみたいな。性格悪かったら顔がいいのをいいことにと思うし、性格も良かったらこんな日の打ちどころのない人はちょっと近づかないでほしいみたいな。なんか一つでもいいから決定を持つべきってめっちゃ悩んですよね。だからイケメンでもなんか栗原類さんみたいな、あのなんかいや僕はみたいな人だといいんですよ。確かに分かります、ね。まあちょっとそれだと安心。安心、そう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 。それだとちょっと苦手意識が薄れるんですよね。そうそう、あ、そうですね。なんかすごいなんか目に見えてすごいちょっと欠点があるところに、うん、ちょっとまあ安心、そうそうそう、安心ですけど、なんか、もう完璧なんていうか、自信があるイケメンはもう絶対ダメです。あ、私もうなんか本当にもうなんかどう対処したらいいか分からない感じで。そうなんですよ。自信があるイケメン苦手ですね。もうなんか、うん、私最近まあでもすごい、まあ、学生の頃とか、まあ、そういう、まあ、グループがあって、なんだろう、なんか俺が今なんかすごい、うん、もう一番やみたいな感じのオーラとかもあったりしても、もうなんか近くにいるだけですごいなんか、なんか嫌な性格みたいな。わかるわかるわかる。嫌な汗かくし。わかります。なんかキャーキャー言う感じないですね、全然。私全然ないです。あのだから一人でも苦手なのに、うん、何人も集まったらなおさらじゃないですか。イケメンがなんか5人とかいたらもう、うん、おおってなんかもう近寄らんとこみたいな感じですけど、いやな寄っていく心理はないですね。まあ、でも私はなんかそのイケメンが苦手っていうことを昔付き合ってた人にそれ私なんかまあ何も考えると言っちゃったんですよ。それでめっちゃ寝られました。俺がブサイクってことかみたいになっちゃうのか。確かに、まあ、まあちょっと、まあ、ちょっと無神経になってたら何も考えると普通に。でもその容姿端麗っていう意味じゃない、なんていうんですかね、別にブサイクとかじゃないですよね。そうなんです。愛嬌がある方がいいぐらいのことですよね。そうですね。なんかちょっと、はい、近寄りやすいのがやっぱ一番。モテそうですしね、なんかちょっと心配が多そうじゃないですか。はい、ね、私モテると嫌なんですね。わかる。なんかモテてたらね、ちょっとなんかいい付き合いができなそうですもんね。そうですよ、もう本当になんか心配しなくてもええような人たち。まあ、でもそうですよね、安心して付き合いたいですもんね。そうですよね。ですかね、結構両足ともこう足が、うん、はい、明るくなりまして、これで、はい、嬉しい、全然、
ちょっと軽く拭き取って温めるとより血行良くなるので。あ、そうですね、はい、はい、実際ちょっと足軽くなってますね。ちょっと持ち上げてみたりしていただいて。あ、すごいすごい、なんか軽々しい、はい、飛べる感じ、軽々しいすごい、本当にもう、なんかこんな気持ちを思いさせて、それでさらにこんな、なんか軽やかになって、肌の色も明るくなるなんて、すごい、なんかめっちゃ、一石五鳥ぐらい、一石五鳥ぐらいの、もっとある、もっとある、もっとある、よかったです。仕上がったすごい保湿効果が高いので、はい、ずっとしっとりしますから、うんうんうん、はい、ゴシゴシ洗ったりしなければお風呂とか入ってもしっとり感が続くので。あ、そうなんですね、はい、肩を叩きますね。ありがとうございます。取ってください。すごい気持ちいい。肩だいぶね、柔らかい状態になってますね。ありがとうございます。続いて手をお願いします。はい、すごい伸びてます。気持ちいいですね。出しますね、開けします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、本当にめっちゃめちゃ気持ちよすぎて本当にもうなんか、もう寝ちゃった。いや、でも本当にすごい、動いて見ていただいて、疲れ、すごいなんかさらに軽くなった感じがする。あ、よかったです。すごい、でも本当になんか、はい、あ、ここに骨がちゃんとあるんやって、うん、いや、なんか今までなんか偽物の骨が、うんうん、肉がこう、生地が硬くなっちゃって、すごい、これめっちゃ、はい、すっきりしますよね、見た目にも。本当に、うん、ここにちゃんと骨があるんやって、ちょっと感動、謎の、なんかすごい、はい、本当に。そう、なんかここにあったものがなくなってる異物がっていう感じ。足の方をちょっと確認してみてください。あ、すごい白くなってる。はい、ありがとうございます。はい、感触も滑らかですよね。すごい、なんていうか、はい、たったこれなんか、はい、ちょっとこのわずかの時間ですごいこんな変わるなんて、はい、いや、すごい、もう本当に本当にありがとうございます。すごい、いや、めっちゃほんまにすっきりしました。よかったです。お疲れ様です。ぜひまた、ありがとうございます。ぜひまたあのご利用くださいませ。ぜひとも、はい、本当にすごいすっきりしました。はい、よかったです。いや、これでもさらにもっとアクロバットの技がもっとできるようになる、うん、そうですね、すっきりできるかもしれない。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあまた See you See you again See you again